かっちょいいぞやっぱお母方めっちゃ可愛い。よかったです。そしてなんか丸々してでかい。なんちゅう大きさしてるのこれ。すげえ。トレスフラグラルブラッダッタみたいな感じのね、ちょっと変な名前のノコギリクワガタですね。トレスノコギリクワガタでいいかな。なんかメスだけでね、あのブリードできるみたいですね。不思議なクワガタらしいです。ちょっとよく詳しくわかんないですけど。で前にあのオスが羽化してた、あ、メスか、メス羽化してたんでオスだとね嬉しいんですけど、でもなんかオスっぽい、オスっぽい、オスっぽい、いでよノコギリすっげー足の力強いな。そして禁止にね入れてたの間違いっすね。全然食べてない。あとマットでいいわ。マットでいいって書いてあったもん。マットでいいっすね。全然マットでいい。あ、かわいい。うえ。オスだ。めっちゃかわいい。トレスノコギリクワガタ。すごい。あ、嬉しいな。オスだ。あ、すげえ嬉しい。やっだね。いやこれめっちゃ可愛いっすね。ちょっとあのブリードして成功したらあのイベントとかに持っていきたいと思います。そんな高いクワガタじゃないのでね。でもなんかね、めっちゃいい可愛いっすよこれ。この子めっちゃ可愛いわ。ありがとう。ちょっと待っといて、メスが入ってるあれに入れよう。まだクリアケース買わないっけな。クリアケース速攻なくなっちゃった。でもう一匹トレスさん、これメスだったらねいいっすけどね。そしたらオスメスメスでいい感じでブレードできますね。君はどっちですか、君はどっちですか。ちょっとこの辺でね、こうここばっか攻めるとね、あのクワガタがびっくりしちゃったりね、間違った時にぶっ刺してしまうので周りの方から攻めていきます。いやマジね最高。最近毎日掘り出ししてますね。なんか1年間頑張ってきてよかったって感じ。あー、え、どっちこれ、メスだよね。この小ささからして多分メス、メスっていうかメスですね。やったー、嬉しい。オスメスメスだ。よかった。ちっちゃい、すごくちっちゃい。ちょっと待っててね。だからもう禁止はダメだな。トレス禁止で飼育して失敗、これ反省点ですね。トレスは、マットで、ちょっと発酵が進んだマットがいいかもしれないです。はい、じゃあ次何行こっかな。次これ行こう。これホペイ、これね、どうなんだろう、触根がね見えないで、そこにね溶質みたいのがねちょっとあるんですよね。他のホペイはもう羽化してるので、多分この子もね羽化してると思うんですけど、全くね読めない。ちょっと幼虫だったらやばいんで、露天掘りの、露天掘りをする感じで。あー、やっぱり4つやった、危ね。
よかった、このカスが入っちゃダメなんでね、カスは取り除いてあげて。幼虫でした、ごめんなさい。なんか洋室でかい割にはなんかあの本体がちっちゃい、どういうこと。じゃあ次くらいいかすか。これはどうなんだろうな。これもね、あの乗せ YG で、あの洋室があって、ちょっと黒っぽいのがね、あの動いてるような感じがするんですけど、ちょっとこれも露天掘りをするような感じで掘っていきます。残念なことに全然菌糸食べてない。あ、羽化してる、黒いの見えた、しかもオスだった。おお、かっちょいい、かっちょいいぞ、やっぱオオクワガタ、オオクワガタ最強、一番かっこいい。 YG88細々と類出している子ですね。かっこいいです、非常にかっこいい。長いんだよね、こっちの大顎が細くてスマートでね、かっこいい。めっちゃ好きな形、完品ですね。いや素晴らしい。それにしても全然食べてない菌糸、嬉しい、かっこいい。オオクワガタいいな、めっちゃかっこいいわ、この高級感あふれんばかりのボディ、そしてこの大顎、そしてこの瞳、そしてこの痛そうなカギ爪、何をとってもかっこいい、最高です。いやありがとう。もうね、この掘り出しってるね、あのこうなんていうんですかね、こう対面するときのね感動ってね、何匹掘り出してもね、あの変わんないっすね。一番最初に掘り出した時のあの喜びとね、あの嬉しさ、それがねもうそのまんま、もうずっと嬉しい。はい、じゃあ次はね、これティティウス白カブトやっていきます。ティティウスくんですね、はい、そう、テティウスくんやっていくね。テティウスもね、あの羽化してると思うんですけど、どうなんだろう。てか110のボトルでいける感じかな。テティウスも小さいカブトムシなんでね、ちょっとオスがね結構余ってて、メスが欲しいんですよね。メスだったら嬉しいけど、あ、メスだ、やったー、やったぜ、メスだった、よかった。オスがねマジでね、あのいっぱいいるんですよ。よかったです。そしてなんか丸々しててでかい、丸々でかいんですね。うん、綺麗、完品、金色、すごい。顔もめっちゃかわいい。かわいい。よかった。ちょっと待っててね。この中に入ってたんだ。ほら、綺麗な丸玉。すごいね。芸術ですね。何一つね、ゴミがない。すべすべ、この中。すごい。さすがだ。まだまだいますよ。次は何を掘り出すか。じゃあこれいこっかな。よっしゃ。自分の大好きなニジラクワガタ。行ってみましょう。レッド系ですね。レッド系だけどどうなんだろう。ちゃんとレッドかな。
そこまで浮かしてるかなって感じ。あ、なんか見えた。浮かはしてるっぽい。ほら、足が見えた。浮かしたってほやほやっぽい。ちょっと慎重に。うわー、かっこいいな。でけえな、君。でかっ。ちょっと浮かしたてだ、これ。浮かしたて。でかい。でかマジかよ。ちょっと。なんちゅう大きさしてんの、これ。すげえ。うわぁ、美しい。これね、羽化したてなんでこういう色してるんですけど、もうちょっとしたらまた色が、落ち着いてきます。そこまでね、赤々しい感じではないんですけど、でもね、美しいですね。サイズがでかいですね、そして。そして、大顎もこれからね、伸びていってくれれば、サイズも狙えるかもしれないです。ちょっとこれは、よし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 、あ、美しい、よかった、ありがとう、ありがとうございます。これはもう速攻ちょっとケースに入れてあげましょうね。ティッシュ濡らして、そのティッシュの上にそーっとね置いてあげます。濡れティッシュ、最近こうやってるんですけど、最近からなんかこうやってね、ティッシュ入れてね、霧吹きでちょっと湿らしてあげて、でなんかこう洋室みたいな感じで作ってあげてね、でこう置いてあげるとね、なんかね安心した感じでね休眠してくれますね。めっちゃ綺麗。なんか見とれちゃうなぁ、これ。見とれちゃうわぁ。すげぇ。最高。やっぱ虹色大好きだな。虹色マジ最高。これは一応レッド系だからあれかな？AT の R だな、 ATR もうちょっと赤かったら SR になるんですけど、